元三歳児の天才画家が描くリクエスト。あなたの絵が好きになってしまいました。チャンネル登録までリク。ああやべ、抹茶入り玉露こぼしちゃったよ、どうしよう。奇跡的にキャンバスの上にとどまったからそのまま描く。やっぱ天才だわ。もうほらほぼプードル。俺は両手で描く。思った通りに描くなんて無意味。自分の向こう側を超えてこそ俺。この鋭さとスパイシーな線だけじゃ作品は生きてこない。ホワイトチョコで線を描き、チョコソースで仕上げるのがデフォ。本当の笑顔は悲しみを携えている。笑顔で飼い主を待つ。